こんにちは、鈴川彩子です。私は今福島県のいわき駅に来ています。この下に線路が通ってるんですが、皆さん何線か分かりますか？そう、常磐線です。東日本大震災から今年で10年、今日はここから常磐線に乗って福島の今の姿を見ていきたいと思います。それでは行ってきます。常磐線は東京都の日暮里駅から宮城県の岩沼駅を結ぶおよそ 350km の鉄道。福島県を通る路線は2011年の東日本大震災で大きな被害を受けました。しかし懸命な復旧作業の結果、昨年3月に全線が開通、かつての常磐線がよみがえりました。今回は鉄道大好きな私鈴川が復活を遂げた常磐線を旅します。日本全国各地の鉄路を旅してきた私ですが、ズバリこの常磐線の魅力というのはですね、この風光明媚な車窓だと思います。太平洋側を走る、海岸線が見えたりだとか、春には桜が満開でこの列車を迎えてくれます。もう日本のふるさとという景色がこの常磐線にはたくさん詰まっています。次は次は末次とアナウンスがありました。次の末次駅、私もすごく注目している駅なので、末次駅で降りてみたいと思います。さあ到着しました。おー、末次駅。さあ私は今末次駅に、降り立ちました。ちょっとね、もう皆さん見ていただきたい。すごいですね、この景色。末次駅は福島県内で唯一ホームから海が見える駅。震災時には駅周辺も津波被害があったそうですが、今では安全のための防潮堤も作られ、美しい海の見える駅として人気を博しています。いやー、でもすごくやはり落ち着きますね、海が見える駅。さらに末次駅の近くにはおすすめのスポットがあるんです。あ、見えました。伊田さん、踏切があります。すごい。電車と海、そして踏切が一度に楽しめる夕筋踏切です。皆さん、すごい近いです。すごい、もうすぐそこが、もう下が海でございます。ここに常磐線の車両がカッとこう走り抜けるね、姿が今想像できますが、もう本当に海、車両、ここはちょっともうずっといたいぐらいの絶景ポイントですね。ちょっと渡ってみます。右よし、左よし。おー、すごい、もうすぐ、もうそこが海岸ですね。踏切を渡っただけでもうこの潮の香りもより強く感じます。はぁ、すごくこう自然に囲まれた。私は特に踏切が大好きなので、ここの踏切、これまでのいろいろ巡ってきた踏切の中でもトップ10には入りますね。電車はさらに常磐線を北上します。さあこちら末次駅のお隣の駅、広野駅に到着しました。見てください、広野駅。広野駅のある双葉郡広野町は
震災時の津波により大きな被害を受けました。この町に福島の生徒たちを支えるため横浜から福島に移り住んで支援をする人がいます。それが教育系 NPO 法人語り場の横山さん。今回感染症対策のためテレビ電話でお話を伺いました。まず、語り場さんはどのようなご活動をされているのでしょうか。はい、福島県立双葉未来学園中学校高校の中にですね、双葉未来ラボという放課後の施設を運営しています。そこでは、放課後中高生たちがやってきて僕らスタッフたちと一緒にですね、地域の方々と交流しながらさらに、この双葉郡ということに学びを深めていくような場になっています。福島県立双葉未来学園は震災後の2015年に誕生した中高一貫校。生徒たちは地域の未来を切り開く人材としてそれぞれが主体性を持って勉強をしています。そんな彼らに語り場の横山さんたちスタッフが学びのサポートをし復興について共に考える活動もしています。このやっぱり福島県の双葉郡という土地はご存知の通り原発事故があって、まだまだ課題も多いような地域ですし、今までは関心がなかったけれども、やっぱりもっと自分が復興に対して何ができるのかとか、ニュースを見た時にやっぱりそういうことを考えるようになったみたいな声は聞いたりします。ここの学校だからこそ得られるような学びになっているのかなとは思います。子どもたちと一緒にこれからの福島、そして未来の日本のことを考えられている、そんな活動をこれからもぜひ頑張っていただきたいと思いました。次は夜の森です。さあ、今富岡駅を出て夜の森駅に向かっております。夜の森駅、大野駅、双葉駅はこの常磐線の中でも一番最後に復旧した駅なんです。原子力発電所の事故によって復旧の遅れた3つの駅。しかし2020年3月にようやく復旧。これにより常磐線が1本につながりました。夜の森駅は線路沿いの桜並木が有名。春に咲く満開の桜が乗客の目を楽しませてくれます。また双葉駅では素敵な出会いが私を待っていました。素敵な駅舎ですね。あれ、なんだか駅舎の隣にまた素敵な建物がありますね。あ、なんか看板があります。ちょっと見てみましょう。双葉町のあれこれ知れる情報発信休憩スペース。あら、オープンと書いてあるのでちょっとお邪魔しちゃいます。こんにちは。よいしょ。これね。正常な体温です。あ、入れます。あー、すごい広いですね。こちらは双葉町が作ったコミュニティセンター。町の観光案内だけでなく電子レンジやフリードリンクなど誰でも自由に使えるようになっています。ノートがこちらに置かれてました。どうぞご自由にお書きください。思い出、ご印象など何でも書いてくださいということで、ちなみに日付が2020年3月19日から、おー、まさに昨年の全線開通後に設置されたノートになります。あ、すごい。あ、もう1枚目の一番最初からも千葉、宮城、神奈川、結構他県の方が、あ、すごい海外からもいらっしゃった方がいるんですね。コメントを残されてます。あ、東京の大学生の方、これまで怖くてずっと来れなかったのですが10年を迎える前に来れてよかったですと。あ、
写真や映像ではわからないこと、実際にこの街を歩いて胸に来るものがありましたと。埼玉在住の50代サラリーマンの方、福島が好きで好きで通いまくりです、双葉がこのように復興していくことを心から喜んでいますと。私も皆さんと同じく応援メッセージを書かせていただきました。今日初めてこの双葉の町に降り立ちました。震災から今年で10年、この10年間、たくさんの人々が前を向いて進んできた結果が、昨年春の常磐線全線開通などにつながっているということを、この土地に立ってひしひしと感じております。これからも私は私のできることを、常磐線から名前をいただいた日立と時和の2人の息子とともに、この常磐線に乗って福島を応援していきたいと思います。皆さんもぜひ双葉駅ノート書いてみてください。さらに常磐線を北上します。さあこちら相馬駅に到着しました。駅舎もとても趣があって素敵ですね。そしてこの近くに津波で大きな被害を受けた漁港があるんですが、復興が進み今は漁業も再開しているということで、今日はそちらに伺ってみたいと思います。そしてやってきたのは相馬駅から車で15分ほどの松川浦漁港。うわぁ立派な漁港です。船がたくさん並んでいて圧巻です。すごい広いですね。実はこの松川浦漁港、震災の津波で漁船のみならず漁港自体も大きな被害を受けました。さらに原発事故の影響で漁業再開におよそ9年という時間もかかってしまいました。当時この港はどのような様子だったんでしょうか。ここはもう岸壁もぐちゃぐちゃで、船も全部打ち上げられて、大変でした。だから底引き網っていうのは大体6、はい、70トンあるんだけど重量が、はい、それがずっと内陸の方まで流されて新幹線運ぶような台車で取りに行って、現在港は新しく整備され、水揚げされた魚は全ての魚種に対し放射性物質の検査を行い出荷しています。さらに福島県ではより一層の安全のため独自の検査も実施しているそうです。その基準も、国の出荷基準って100ベクレルなんですけど、はい、福島県は50ベクレルっていう国の基準の、うん、半分の厳しい基準を独自に設けて出荷してます。今だと、ズワイガニ漁の漁期なんで、ズワイガニとか、タコ類、イカ類、カレー類、ヒラメ、すごいたくさん種類が取れるんですね、この辺りは、じゃあ四季折々いろんな種類の魚をいただける。港のすぐそばには相馬の獲れたての魚を買うことができる人気スポットがありました。すごい新しい建物で相馬復興市民市場とあります。見に行ってみましょう。すごい、ちょっといろいろ売ってますね。浜の駅松川浦は昨年10月にオープン。相馬や東北の魚介類、そして野菜などおよそ200種類以上を扱っています。あーすごい美味しそう。東北唯一の産地相馬産の生青さが、お味噌汁とかに入れたら美味しいだろうな。すごい毛ガニが、港で獲れた毛ガニがこちら、すごい、ヤリイカ、すごい美味しそう。やっぱりもう透明度が鮮度を物語ってますね。
まずこちらの建物はどのような経緯で作られたんでしょうか。うん、福島県の相馬市はやはり津波被害も受けまして、そもそも直売センター的なものがあったんですが、そこもね津波でやられてしまいまして、でそれを早く復活させたかったんですが、残念なことに、ご存知の通り原発事故がありまして、10年目になった今やっと魚の方も、安全性が確認されていっぱい取れるようになってきたので、このタイミングでその昔の魚がいっぱい売ってた直売センター的なものを作りたいということ で復活させることに決まりました。そもそも相馬市でも、その被災された方の雇い入れということもあったので、もともと自分でお店をやってた方、震災でお店なくされて、でその働きたいという方もいらっしゃいますし、あとその震災きっかけで、こちらにお手伝いに来ていて、相馬を好きになっちゃって、そのまま住んじゃって働いてる方っていうのもいらっしゃいます。この土地が本当に気に入って、そうですね、自分の復興の手助けをということで、そうなります。金井さん、こちらの施設が復興のこう希望だったりとか、かなりこう窓口になってるっていう部分も大きいんでしょうか。そうですね、やっと10年目にして、すごい今にぎわいですもんね。はい、ありがとうございます。そしてこちらでは買い物だけでなく、新鮮な魚料理も楽しめるんです。今回は相馬で採れた寒ビラメとイカを使った地魚丼をいただきます。すごい美味しそう。お魚がプリプリですね。さあ、じゃあちょっとわさび醤油でこちら寒ビラメをいただきます。すごい身がプリプリしてるのが分かります。いただきます。すごく甘いです。身がしっかりと締まっていてプリプリです。イカもいただきます。柔らかい、甘いです。お味噌汁もいただきます。すごい、こちらで採れた青さが入っています。すごい磯の香りが。そして締めはホッキ貝のだし汁をご飯にかけていただきます。いただきます。さっきはプリッとしてたお魚が今度はもうふわっと崩れるような食感に変わりました。だしが美味しい。このだしだけでもすごい飲みたいぐらい美味しいです。いよいよ次は旅の最終地点。次は新地。さあ、いよいよ常磐線福島エリア最後の駅、新地駅に到着します。津波により大きな被害を受けた新地駅、線路も以前より内陸へ移動、駅も新しく建て替えられました。そして私の常磐線の旅もここで終了です。ということで、今回震災から立ち直った常磐線の今を見てきました。この10年間人々の絶え間ない努力と復興への強い思いがあったからこそ、以前のように今こうして常磐線が再びつながって元気に走っております。今の福島には美味しいもの、美しい場所、頑張っている人々、たくさんの魅力があります。ぜひ皆さんもこの常磐線に乗って福島に来てください。待ってます。